皆さんこんにちは、ドロークチャンネルです。今回は阪急神戸線六甲駅を紹介してみたいと思います。六甲駅は阪急神戸本線の駅です。所在地は神戸市灘区です。阪急 JR 阪神がほぼ並行に営業されている中、阪急は一番北側を走っています。以前紹介した新鉄六甲駅とは六甲山を挟んで約7キロも離れた場所にある別の駅となっています。ホームが地上部分にあり、すぐ横には踏切があります。駅舎は橋上駅舎で、各方面からは跨線橋歩道などを使って利用することができます。駅舎の下はバスターミナルになっています。駅周辺はスペースがすごく狭くなっているんですが、駅利用者と車利用者が立体的に分担されていて、住み分けされた機能的な形となっています。やはり駅の横が踏切になっているので、地上を渡る場合は踏切待ちが発生してしまうのがネックとなり、改善の必要性がありそうです。六甲駅は特急通過駅なので、特急がすごいスピードで通過していきます。ここは線路を挟んだ駅舎がある北側とは反対の南側の場所です。阪急神戸線は東西に走っていて、こちらが東側、大阪梅田方面に線路は伸びています。駅の南側には大きな樹木があります。北側の駅舎とは対照的に、ひっそりと南側にも駅改札に行けるエレベーターが設置されています。エレベーターは2基あり、2階部分にある改札口に行くことができます。この六甲駅も橋上駅舎の下に列車が滑り込んでくる阪急らしいスタイルを持つ駅の一つです。周りには阪急六甲のバス停があり、神戸市バスと阪急バスの路線が乗り入れています。バス停の横には駅舎に通ずる跨線橋の入り口があります。こちらは上り下りのエスカレーターも設置されています。そして屋根のついた通路が駅舎まで続いており、安全かつ便利に駅が利用できるようになっています。そしてここが駅舎の2階にあたる部分にある駅改札口です。先ほどの南側にあるエレベーターはここに通ずるようになっています。そしてこちらが券売機です。改札口を通り、駅のコンコースに入ってきました。乗り越し精算機も設置されています。2機あります。改札を入り、左側に行くと、神戸三宮方面、下り線ホームの入り口があります。今立っているところが神戸三宮方面下り線側ホームです。一
目見て阪急のものだとわかる阪急独特のデザインの駅名標がこの六甲駅も採用されています。相対式のホームが4本の線路を挟んでいる形となっています。このような対比線2線の外側に相対式2面2線を配し、主本線を通過線としたいわゆる新幹線の主要駅で採用されている新幹線型の構造を阪急で唯一取り入れています。開業当時は島式2面4線でしたが、山陽電鉄線との直通運転と阪急の8両編成の運転に備えて1968年に現在の姿となりました。当駅までの山陽電車の乗り入れが1998年の2月まで設定されていました。そして普通列車の多くは当駅で特急の通過待ちを行っていましたが、1995年に岡本駅が特急の停車駅となってからは当駅での昼間の通過待ちは廃止されました。山陽電車の乗り入れ廃止と特急電車の通過待ち廃止により、この駅のホームの特徴を生かす機会は減りました。しかし安全面において通過列車がホームと離れた場所を走行するため、優れた機能が詰まった安全性の高いホームとなっています。大阪梅田方面駅の各駅停車がゆっくりと走っていきます。今度は改札を入って右に向かうと大阪梅田方面行き上りホームに行く入り口があります。ここは階段になっていますが、奥にはエスカレーターもあります。先ほどの階段はこの通路につながっています。左にはトイレもあります。ここは上りホーム東側です。上下線、複線のレールはここでホームに入線できる対比線と通過線とに分岐されます。六甲駅は1920年に阪神急行電鉄神戸線開通と同時に開業しました。六甲山に向かう最寄り駅でもあります。現在の共用駅舎を使用することになったのは2000年からです。なお大阪方面のこの乗り場が1号線、そして2号線3号線は通過線でホームがないため、先ほどの三宮方面の下りホームは4号線となっています。広いホームにベンチがたくさん設置されています。こちらはホームの西側です。西側も東側と同じくレールが分岐され対比線と通過線に分かれています。六甲駅を通過する特急が通過線を走っています。こちらは梅田方面なので2号線を通過しています。
そして三宮新開地方面の各駅停車が入線してきました。カラフルなラッピング車両です。阪急の車両の原型をとどめながらのラッピング車両、明るいイラストが映えます。そして下り神戸三宮方面への特急が通過していきます。ということで今回は阪急神戸線六甲駅を紹介しました。今回の動画はどうでしたか？いいなと思っていただければグッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しく思います。そしてコメントもお待ちしております。以上ドロークチャンネルでした。